私たちラビンズです。姉です。妹です。みゆあゆです。今日は何をするんですか？はい、今日はですね、はい、メイク道具紹介、うん、今日はみゆあゆのメイク道具紹介をします。イエーイ。はい、やっとですね。はい、前編はまずあゆから。はい、あゆ編からいきたいと思います。それでは動画スタート。パンパカパーン。はい、それでは紹介したいと思います、はい、まずは、はい、下地からから大事ですね。うん、一番の土台を作ってくれてるものです、はい、一番最初に私が塗るのがこちら、はい、お、美容 YouTuber 的な美容 YouTuber。 はい、こちら、はい、はい、ボリカ美容液マスクプライマー化粧下地です。おで、これ全然色がつくとかじゃないんだけど、うん、結構サラサラする。なんかラメが入ってるのかな。ラメが入ってる。でもこれはあのなんか化粧下地をなんかしたいなって思って、うん、BB クリームの前に、うんうんうん、でそれで普通に薬局で見つけてとりあえず買ってみたって感じです。なんかこれをまず最初になります、はい、あ、お、次はこれかな。まあね、メイク道具ってね、大丈夫ですか？落ちた。はい、セザンヌ、はい、皮脂テカリ防止下地、はい、ピンクベージュ。これも化粧下地？そうだね。で、下地に入るのかな？これ結構人気だよね。うん、よくね、インスタグラマーさんもよく紹介してるんだけど、うんうんうん、これはあゆは全体に塗るんじゃなくて、ちょっと鼻の毛穴が気になるときに鼻だけ塗ります、うん、気になるところにって感じで。そう、これは、ん、お、何、これはどうし、誰から、これは、あ、これはお姉ちゃんにもらいました。あげました。基本ね、あんまり自分でこう研究したりするよりかはお姉ちゃんにいいの教えてもらって、うん、もらったりとか買ったりとかするんですけど、お下がりですね。そう、お下がり。ピンクベージュ全体に塗っちゃうと、はい、あゆは顔がね真っ白白になっちゃうから鼻だけ塗ります。こういう塗ると本当に結構毛穴がスッと消える。下向いてしょいち。次に出てくるのがやっとこの BB クリーム、これはキャンメイクのパーフェクトセラム BB クリーム01番、うん、ライト。キャンメイク様ですね。そうです、はい、キャンメイクさんです。キャンメイクさんです。これもねずっと使ってる。結構長いよね。高校生か。バージョン違いだけどずっとキャンメイクの下地使ってるよね。そうなんだ。使ってまーす、はい、BB クリーム選びは結構重要かな。色はなるべく自分の肌に合った白い系を選びますね、うんうんうん、アイは。でこれはいつあの100均で買ったスポンジでアイは塗ります。次に塗るのが、はい、出ました。もうこれはもうずキャンメイク、はい、マシュマロフィニッシュパウダー MO マットオークルかな、はい、これでーす。映ってんじゃん。映る、映っちゃうんじゃない。映っちゃうか、こうやってやっとく。はい、見にくい。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーマットオークル、うん、でーす。大人気ですね。これはね、あのニコルンが言ってるのを見て、あ、なるほどって思って買ってみたらとっても良かった。マシュマロになりますか？なった。る、マシュマロさん？マシュマロだ。マシュマロだ。うん。パンパカパーン！次に私が、はい、段階として踏むのは、もう結構使って文字消えちゃったんだけど、うんうん、どこにもない！これあの、一応キャンメイクの、うん、まつげ美容液、うんうんうん、と、が入ってる下地みたいなやつ、うん、これを塗ります。マスカラ下地ってやつですね。あ、それだ。ここに塗ります。ここ以外ない。次、眉毛。これも長年使ってるからちょっと汚いんだけど、はい、これもキャンメイク、はい、キャンメイクのミックスアイブロウ03、眉毛をちょっと描く。これでちょっと中のやつ、中のやつ、中のやつ中を描いたり、これちょっとなんかシュッてやるっていうやつ、わかんないわかんないわかんないその後に眉マスカラでこう髪の色に合ったちょっと茶色っぽい感じにします。これも消えちゃった。だいぶ削れてますね。これはキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ、はい、04番ナチュラルブラウン、うん、で次に塗るのがこれ、はい、これまたキャンメイク、はい、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ16、うん、
アイシャドウです。アイシャドウです。はい。どの色を塗るんですか？この白っぽいのをベースに塗って、まあこれとこれをなんかいい感じに組み合わせるみたいな感じ。オレンジブラウンっぽいのかな？そう、最近はオレンジブラウンっぽくしてる。そうや。次はこれ。セザンヌ。うん。パールグロウハイライト01番、はい、シャンパンベージュ色が、ね、フェースカラー、うん、これはもうめっちゃ塗りまくる、はいはい、鼻筋にも塗るし、うん、ここも塗ってるんだ。ここも塗ってる。ネキシハイライトはしないのとするのとだいぶ顔の印象が変わるね。次はこれはね、普通に薬局とかで売ってる700円くらいの、うん、1000円しないくらいのやつです。ビューラーまつげあげるやつ、はい、です。これでこうやってギュッギュッギュッと、でその後にこちらアイライナーはラブライナー、はい、アイライナーはラブライナー、ラブライナーリキッドアイライナーブラウン、これ描きやすいよね。すごく描きやすいです。おすすめです。次これヒロインメイクロング&カールマスカラスーパーウォータープルーフ02番、はい、茶色のマスカラを使ってます。これをサッ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 って上だけかな、あんまり下に塗るときは、今日はナチュラルなので上だけ。さあ、はい、次に塗るのがこれ、はい、リップですね。もう最後 DHC 濃密うるみカラーリップクリーム、このリップ保湿リップとして考えてるから、うん、別にこれすごいこれにこだわってるわけとかじゃなくて、とりあえず買えるところで見つけた保湿リップです。うんうんうん、保湿されてほんのり色がつければ何でもいいかなって感じかな。で最後色をつけるアディクションのリップ、ででアディクション、はい、リップスティックシア002番、うん、です。を塗ってこの顔になります。完成です。パンパカパーン、はい、まあ、こんな感じです。はい、今日紹介したメイク道具は一番日常的土台にしてるメイクっていうのか、一番基本にある自分のメイクはこんな感じでした、うん、はい、次回はお姉ちゃんです。はい、お楽しみに。お楽しみに。バイバーイ。